サンフランシスコ市系のパトロールカーサンフランシスコ市警察はアメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコ市に本部を置くアメリカ合衆国の警察である。同地は市軍制を採用しているため市警察も正確には市と軍を同じ管轄区域とするし軍警察となる。サンフランシスコ市警察はカリフォルニア州サンフランシスコに本部を持つ。独立した。 法執行機関であり、保安官局が令状の執行などを担当するのに対し、市警察は一般警察業務を文章している。サンフランシスコ市警察の数は、サンフランシスコ市保安官事務所とサンフランシスコ市消防を一緒に見積もると120万であり、これは昼間通勤人口、旅行者、観光客を含めると、北米で2番目の密集人口である。 国内では11番目に大きな警察組織である。モットーはゴールド・イン・ピース・アイアン・インボーである。サンフランシスコ市警察は1849年にカリフォルニア州サンフランシスコ市に警察組織として誕生した。サンフランシスコ市警察における様々な支援を行う部門。7つの部署に分かれている。1997年7月1日に設立。 サンフランシスコ国際空港の警備を担当する。市周辺の犯罪防止を行う。スワット、ホンダバイク部隊、タイヤング部隊、洋人警護部隊を含む部隊で、SFBD の特殊部隊でもある。ありがとうございます。